はい、カパーチェブクロカッパ園長です。さてさて、今日もね、アメリカのマスク競争局見ていくんですけど、まあ、これは、アメリカでね、まあ、新規コロナ感染者、犠牲者、どちらもこう、独走してますよね。その理由をね、列挙していくっていうことで、順番にこう、画像をね、ザーッと見ていってほしいんですけど、まあ、なんていうか、ありえないでしょ、これは。いや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 、ちょっとしっかりしてくださいよと。ねえ。まあ、要はこう、アメリカがね、コロナウイルスの感染者数で独走している理由を挙げていくっていうことなんですけどもね。なんだろう。アメリカに、皆さん。これがアメリカだ。アメリカにようこそとか言ってる人もいるんですけど、いやいやいや、これはもうね、なんつったらいいのかな。もう腹立たしいとかね、なんかそういうんじゃなくて、もう呆れるしかないですよね。日本にとってはね。でね、こう試着できるマスクでみんな、そう、なんかマスクがね、要は試着できるようにしてるお店とかもあるんですよ。いやいや、それじゃ意味ないじゃん。すごくないですか？みんな感染しちゃうじゃないですかね、そんなのね。うん。びっくりですよね。普通になんか小分けにしてさ、置いてないのってびっくりですよね。うん。まあなんかこれパッと見アイマスクに見えなくもないですけど、これマスクなんですよね。うん。でまあ新型コロナウイルスのパンデミックで、すぐにアメリカを超える国が現れない理由をね、ここまで完璧に捉えたものは見たことがないと思いますよね。だってさ、この飛行機の中ですよね。これどう考えてもマスクですよね。周りの人はまあちゃんとマスクしてるんですけど、なんかアイマスク代わりに目にこう被せて音楽聴きながら寝ちゃってる人とかね。すごくないですか。でそれに対して、これはジョーク写真に違いない、そうなんだろうってね。我々日本国民、まあ日本人だけじゃないですけどね、うん、マスクする習慣が最初はなくてもね、このコロナ禍でいや、やっぱマスク必要だなってなった国や地域だって一つや二つじゃないわけじゃないですか。そんな人たちからしたら、え、マジで？絶対思いますよね。なんか飛行機に乗ってる間ずーっとこういう着用の仕方だったらしいですよね。でまあマスク着用が義務化されて、今日初めてマスクを着用した。今近所のスーパーにいるけど、少なくともマスクを通じて、呼吸はできるぜっていうことでね、なんかプラセボとか書いてありますけど、これマスクとは言わないでしょ。もうなんてこったですよね。もう芸人さんのネタじゃないけどね。いや、ほんとなんちゃってマスクですね、これ。まあ、イギリスでもね、どうやら第2波は来そうだと。多くの人が全て終わったかのように振る舞ってる、こう、ビーチは満員だし、状況は良くないのに、その上を行きますかね、これね。すごいな。で、まあ、例えばね、お店とかでもね、マスク入店お断り、ね、握手 OK、ハグ超 OK って書いてあるんですよ。アメリカの方たちは正気ですかね。なんかこう、ハグをしたがる商売の時点で、まあ、怪しいっちゃ怪しい。んですけど、これは何なんですかね。新型コロナウイルスの検査をこうやめれば感染者は少なくなるとね、トランプ大統領が提案したなんて話もありますけどね。なんだろう、あれかな、手で目を覆ってしまったら誰からも見えなくなるっていう、なんかもう赤ちゃん理論みたいな、そういうことを言ってるようにしか聞こえないですよね。まあでも例えばね、それに対してこうトランプ大統領はコロナ愚者の世界的マスコットに値する全ての属性を網羅してるからなとか、そんなことなんか皮肉を言われちゃったりしてますよね。あとロックダウンを終わらせよう集会ね、マスク不要、子連れ OK、 不必要な業種とされた労働者集まれ、病気でも構いませんみたいなね。そうこう昔日本でもこう電柱にビタッてあった電張りみたいな、そんな感じで貼ってあるんですけど、いや正気の沙汰とは思えないな。病気でも来て構わないとか、何ですかね。これはもう積極的にコロナを拡散しようとねしてるんでしょうかね、これ。うん。しかも次の人もねすごいですよね。これね、マスクは洗脳器具って書いてあるんですよ。すごくないですか。マインドコントロールデバイスって書いてある。いやいや、すごいですね。どうすればこんなことになれるんですかね。まあ、トランプ大統領のせいとは言いたくないですけどね。まあ、トランプ政権になるまでは、ね、こんなにもアメリカの人たちがこんなにもとはね、多分ほとんどの日本人が思わなかったかもしれないですよね。アメリカに行ったことある人とか住んだことがある人とかはね、うすうす気づいてたのかもしれないし、いや、そうでしょう。よく知ってるね。いや、そんなもんですよっていう声もあるんで、うん、知ってる人は知ってたんでしょうけど、もうびっくりですね。アメリカのどうでしょう、半分くらいなんですかね。驚くべきことですよね。だってこのレジの様子とかもね、女性の従業員はもうマスクして頭抱えちゃってますけど、この要は飛沫ね、対策でこう、要はなんかシールドっていうのかな、日本だとほら透明のシート、うん、あれかいくぐって身乗り出しちゃってますからね、マスクしてない男性のお客さんが。こりゃあね、頭抱えるしかないっすよね。意味ないっすもん、うん。でね、究極ですよね、これ今回。19か20ぐらいこれ画像ね、あったんで、順番に載せてますけども。
もね、子供ですよ、子供。子供にね、なんかこう、紙持たせてさ、これなんて書いてあるかっていうと、マスクを外しましょう。神があなたを守ってくれるのだから。いやいやいや、そういう問題じゃないじゃん。子供かわいそうですよ。いや若すぎてもっとまともなことをこうね知れなんだろうな。これ親のせいですよね。うん、なんかもうそう、さっきのなんか洗脳マシーンみたいなこと言ってましたけどもね、うん、これこそ洗脳じゃないですか。かわいそうで、まあこれを見たね海外の人が、自分もキリスト教徒だけどとんでもない姿勢だなって。で次がね、新型コロナウイルスと 4G が関連してるっていう妙な陰謀論から、今のところ77カ所の携帯電話の基地局が放火されてるんだって。凄まじいですね。そこまで行っちゃうんだ。でしかもそれに対してね、アメリカの大部分がまだ 5G じゃないというのが本当にね、バカげてるんだって。でさらに続けて、陰謀論っていうのは賢い人が考えたそれらしい理論だ、バカげた考えっていうのはデタラメって言うんだよって突っ込まれてますね。でまたなんかこう怪しい、なんだろう、お店のこう張り紙ですかね、なんて書いてあるかっていうと、マスク入店禁止、外さないのならどっか別の場所に行け、愚かな政府に耳を傾けるのはやめろ、これは従業員を守るための店の方針だ、従わないならよそへ行けって書いてあるんですよ。すごいですね。マスクつけてる客排除しちゃうんだ。マスクを排除することが従業員の安全を守ることだ、本気で信じてるんですね。やばくないですか。でそれに対して、文字の読み書きができるのに原始的な知性なのが奇妙だって書かれてます。本当ですね。なぜマスクでここまでね、あさっての方向に走り切れるのかが不思議ですよね。まあでもアメリカの人たちはまあ普通になんかね、これからも感染者数もね、犠牲者数も増えてっちゃいそうですよね。だってさ、マスクつけてるけど、この口の部分、口元と鼻の部分、一番肝心な部分なんか切り抜いてつけて、どうだマスクしてるぞ、これでもなんか文句あるかみたいな姿勢なんですよね。いやー、多分こういう人たちが全米にね、一定数いて、多分トランプ大統領に投票してるのかな。わかんないですけど、いやー、いろんな意味できついっすよ。これはもうなんか致命的というか、なんかね、でアメリカの人曰く、どこに行っても普通の人はマスクなんて、ね、アホなマスクなんてつけてないぜって言ってるんですよね。どうなんでしょう、こういう人たちにこうアメリカから出ていけって、言えたらどんなにいいことかって。まあやっぱり一定数ちゃんとマスクつけてるアメリカの人もいるみたいなんですよね。でさらに続けて、数日後に彼らがどうなってるのか楽しみだとか。で今度なんかこれね、キリスト教のなんか集会かなんかみたいなんですけど、これに対してね、どうしてバーは閉鎖するのにプロテスタントの集会は行うのか。で、それに続けて、まあアメリカ国民にとっては特別な場所だからとか。あと今度はね、このビーチの様子なんですけど、春休みにメキシコ旅行した大学生の、3人に1人はコロナウイルス陽性だったっていうんですよね。で、それに対して 5G の電波のせいに違いない、間違いないですよね。ギャグなのか本気なのかもう分かんないですけどね、ここまで来ちゃう。で感染者がね、今度急増するフロリダらしくて、州知事のね、会見はマスクなし、ソーシャルディスタンスもなし。東京都、都知事小池さんのあれだったら絶対ありえないですよね、こんな様子。でそれに対して、本当に州知事に感染したらいいと思う、頼むから感染してほしいとかね、亡くなったとしても悲しまないし、彼の、当選はフロリダにとって最悪だったって言われてますね、フロリダ住民に。でいや、なんかこれビーチのなんかお店かなんかかな、友達が送ってきた写真だけど、いまだに新型コロナを真剣に捉えてるのは俺だけなんだろうか。本当ここでもほぼゼロですね、マスクつけてる人。これは恐ろしいでしょう。これ多分アメリカの人なんでしょうけど、俺たちは一体どこで間違えたんだろう。インターネットのおかげでみんな賢くなると思っていたのに、どうやらそうじゃないみたいだ。そうっすね。まあ最後のおじいちゃんはね、政府は新型ウイルスを利用して感染者数を水増ししてると思います。アメリカさんとこのね、義務教育っていうか、どうなってんすかね。もうそっから疑わざるを得ないですよね、こういうね発想、こういう結論が出てくるのか。でね、次のマスク競争局なんですが、これもすごいですよね。なんか今アメリカでね話題になってる詐欺、ある事件があるんですけど、これすごいですよ。アメリカでね、マスク免除カード詐欺っていうのが起きてんだって。わけわかんないでしょ、もう。なんすかマスク免除カードって。でそれは偽物だから騙されてはいけない、アメリカのこう連邦当局がね、国民に警告を発してるんですって。要はこのカードをね、マスク免除のね、要はこう国なり州なりからね、公にこう発行されたこのマスク免除、マスクつけなくてもいいですよカード、これを持ってればね、マスクつけなくても出歩けるんだぜ、いくらで買うっていう、そういう詐欺が流行ってんですよ。
やばくないですか。まあフェイスマスクなんちゃらカードってね、これ画像載せときますけど、ひどいわ。ちょっとね記事見ていきましょうか。連邦当局はマスク着用の義務を免除すると主張するカードは偽物であると警告している。わしのロゴが刻印されてるが、スペルミスの多いこのカードには保持者は公共の場でマスク着用しなくて良いと書かれてあり、コロナに対する有効な防衛策として医療専門家に推奨されていると書かれている。ひどいよ、もうひどすぎるよ。でまたカードには、カード保持者にマスク着用を強制すると呼吸の自由機関に報告される可能性があると書かれている。カードによっては司法省のロゴが含まれていて、違反を報告するための電話番号が書かれていると。約500枚のカードが入った箱は約50ドルでオンラインで販売されてすごいな。アメリカ今こういうことになってるらしいですよ。でそれに対してね、まあアメリカの人たちだと思いますけど、最初の人がマスク免除無効カードが必要だな、これで UNO のリバースカードのようにマスク免除カードを無効にするんだ。でさらにそれに対して、実際リバースカードの絵柄が描かれたやつがあるぞ。ひどくないですか。もう完全にコロナで遊んでますよ彼らは。で次の人がなんだこれ、レディットなんて読むか分かんないですけど、連邦当局の1週間前からこれを警告してたぞ。でそれに対して多分当局は、これを見て気づいたんだろうとか、医者がマスク着用を免除してくれないか何度かリクエストを受けたわ、全部拒否したけどねとか、まあ、お医者さんがね半ばもう諦めとともにコメントしてますね。実際これ買ったやついるのかとか、いいからパンデミック収まるまでマスク、自己中心的になるのやめろ、ルールには例外はあるが例外をルールにすべきじゃない、その通りですよね、これがリアルだと思うとか、どんな愚か者だよとか、こちらにせよ、どちらにせよ店の中にいる人の半分はマスクをつけてない、マスクが必要だと書かれた看板が複数あるにもかかわらず、でそれに対して、もしマスクつけてなくても入れるなら実際には要求されていないということだ、店側はそういう子供みたいな連中を規制する必要がある。でそれに対して、でも食料品店にあるいるセキュリティガード自体が顎マスクだからな、そういう時は別の店に行くわ。でそれに対して、そう言うと殴ってくる客とかがいるからなとか、政府のロゴを使うとか、起訴してくれと言ってるようなもんだなとか、パンデミック終わるまで牢屋に入れておくべきとか、マスクをつけるとメンタルヘルスを損なうとか書かれているが、もしそうならすでに精神障害者だろうとか、いいからマスクつけるんだとかね、自分は健康上の問題でマスクをつけていない、問題というとその情報を言う必要があるか、こんなやり取りが、繰り返されているそうです。これを使ってるやつは全員ね、去ればいいとかね、最近アメリカ人であることが恥ずかしいわだっていやーすごい状況ですね。また引き続き続報があったら明日以降もお届けします。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。カバージ袋カッパ炎上です。じゃあ今度は高橋さんのお話いきましょうか。高橋さんのニュースもまあいくつか複数あって、例えば高橋早苗さんがこの対中非難決議、たった1名反対した、1人反対した幹部がいたせいで、できなかったと。国会が開いたらすぐに出したい。南モンゴルもウイグルもチベットも香港も偉いことになってるじゃないかと。ね。いや、このたった1人反対した人のこの正体を暴露した。そういうお話ですかね。誰ですかね、そんなことしたのはね。っていうお話だったりとか、まあ高橋さんがこの防衛入国管理、権益を担う各機関の体制強化に注力すると、この中国海警法に対応できるように海上保安庁法改正に取り組みますって、まあ前も自衛隊のお話されてた時と一緒になんかそういうことをおっしゃってましたもんね。これはなんだろうな、まあ高市さんはっていうよりはこのね、高市さんをね、なんであそこまでね、安倍前首相は全力でね応援するのかと、本当の狙いは別なところにあるんじゃないのかと、本当は安倍前首相はね自らね、再々当番を図る、そのためにね、この高市さんをね、あそこまで高市さんに肩入れしてるんじゃないのかみたいな、まあ要は安倍側がね絶叫してる、発狂してるっていう、そういう話かなっていうのがあったりとか、まああともう一個はまあちょっとなんか軽くまあジャブというかギャグみたいな、あの替え歌会の巨匠って言ったらカモン達夫さんね、いらっしゃるじゃないですかね、あの例のこのチャラリーみたいなね、鼻から牛乳みたいな、これあの動画見ました？応援ソング、それだけじゃないですよね、メインはちゃんとあの高市早苗さんの応援ソングっていうのがあるんですけど、その冒頭部分かな、ちょっと面白いね、これアドレス載せておきますけどね、うん、奈良から捜査みたいなことを言ってちょっと面白いなと思ったんで、いやそれだけなんですけどね、まあそんな話があったんですけども、まあそうやっぱりこのね、あの対中非難決議ね、誰だよ反対したのはっていうのはちょっと見ていきましょうか。これね、あの林元夫さんなんですよね。うん、まあなるほどなって感じですよ。結局やっぱりこう
うね、自民党内、まあ自民党の中だけじゃないですけどもね、なんていうのかな、やっぱり日本のために仕事してないね、何のためにこの国会議員のバッチつけてんだよってやつが多すぎますよね。うん、自民党の中だけじゃないですよね。うん、で、まあこの対中非難決議に対して高市早苗さんは、南モンゴルもウイグルもチベットも香港もえらいことになってると、まず今年の通常国会で非難決議をしたかったのに、会期末ギリギリ間に合わなくて若干1名反対した幹部がいたんでできなかったと、次に臨時国会開いたらすぐ出したいと思ってるんですっていう、そういうお話をされてるんですよね。うん、でこれがそう、あの国民の主張をね、要はこの私腹肥やすため、てめえの利益確保のために無視した議員が約1名いたっていうんですね。これが林元雄さんです。これ林さんはご存知ですかね、多分名前ぐらいは聞いたことあると思いますし、これあの二階さんの側近ですよね。だからあの再しようとしたのこのね、いやちょっとダメですよ先生みたいな感じで止めた人が確か林元雄さんだったと思うんで、だからもう中国ジェノサイド問題に興味がないとね、私が反対しましたってね、あの堂々と言ってのけるような、うん、とんでもないやつですよね。うん、こういう人が相変わらずね、うん、バッチつけて日本で国会議員やれてるこの状態がもうおかしいんで、これを正していかなきゃダメですよね。うん、多分高市さんのこのなんだろう、オフィシャルのこのサイトなりなんなりこのご覧になった方は知ってると思いますけど、この政策9つの柱っていうのがあって、そのうちの1個、経済安全保障と国防力強化で日本を守るっていう部分、確か4番目じゃなかったかな。うん、でその中のこの中国海警法、今年の2月に施行されたやつですよね。これに対応できるように海上保安庁法の改正に取り組みますっていう部分が確かあったと思うんですけども、だってこれはさ、我々日本国民のこの安心とか安全とかね、この領土領海領空ね、これに関わることだから、まあ我々国民生活にもう直結するって言って、だって日本そのものですよね。これに手出してきてるのが中国でしょ。でそれに対して対応する、え、なんか問題あるんですかって逆にこれに反対する人たちに聞きたいんですけどもね。だからこういうことを堂々と言えない人にはね、逆にこの領土問題を抱えるこの日本のこの総理大臣ね、絶対任せられないですよね。ただまあ一つ気になるのがこの海上保安庁法改正ですよね。いやこれはもう確実にねやっていただきたいんですけども、管轄が確か国交省ですよね。となると公明党ですよね。ここはやっぱ公明さんとは手切らないとしょうがないのかなってね。まあだから国交省はね、危機管理の面からもやっぱり自民党が直で担当しないとダメでしょう。だから無理だったらもうこの海上保安庁をこの防衛省傘下に組み替えるとかねっていうことをしないと、てか無理とか言ってる場合じゃないよねもうね。うん、切らないと。でもうずいぶん昔からね、いろんなところでいろんな人に言われてると思うんですけどもね。で今度はこのなんでかわかんないですけども、なんで安倍前首相が、まあだからいよいよね、安倍さんね、高井さんの後ろでね、もう電話かけまくってね、指示を取り付けまくる。だからあれが本当にね、うん、結果を出しつつあるからこそこう焦ってこんな記事が飛んでくるんじゃないの？ね、じゃなかったらさ、こんな記事出す意味がないじゃん。ね、うん、4人の候補者は誰もが決め手にかける自民党総裁選だが、あれ？なんか言い方が随分変わりましたね。ね、河野さん独走じゃなかったの？河野独走って言ってたよね最初の方ね、うん、圧倒的に支持をね取り付けてるのは河野太郎だって、え、言ってましたよね絶対。なんでどんぐりの背比べみたいなとこから始まることになっちゃってんの？相変わらずマスコミの情報には信憑性も信頼性も公平性も欠片もないんすね。ですぐこうくるくるなんかこうね、あの言ってることくるくるひっくり返すしさそういうとこなんだよな。で週末の各社世論調査では、高市前総務省が急速に支持を伸ばしていると、どの調査でも次の首相にふさわしい人のトップは河野さんだが、あ、そこは譲れないんだね。2位争いで岸田さんと高市さんが接戦になってるって、あ、最近のこのマスコミの中でのこのトレンドっていうか設定はこういう感じだ。河野さんがトップは変わらないとね。2位争いがなんかこうね、岸田さん と高市さんでみたいな、ね、そんな中安倍前首相が高市氏への動きを加速させる、本当の理由はなんだみたいなこと言ってるんですけど、どうせトンチンカンななんかポンコツ理論立て直るんだろうどうせ。安倍前首相は19日自身のツイッターで、私の新しいポスターですと、高市さんとのツーショットポスターを披露。これですよね。前日行われた日本記者クラブ主催の公開討論会に触れ、高市さんをこう絶賛していた。高市候補の冷静で的確な応答ぶりを称賛する声が多数寄せられている。彼女の外交安全保障における見解を示されたら困るのか。うん、安倍氏激怒してましたもんね。彼女をスルーするね、見識なき質問者まで出てくる始末バラみたいなね。で記者の代表質問が河野氏岸田氏に集中したことについて、ネット上では高市外しなどと非難する書き込みが相次いだが、安倍前首相はそれを煽ってみせたのだってマスコミは言ってんですよね。いや煽るも何も事実を指摘してるだけですよね。ま
あなんだろう、相変わらずマスコミね、この反日勢なんかはね、安倍ロスをまだ引きずってるってことでいいね、久々にこう安倍さんのね、こう活躍をね、この目なんかね、目の前にね、安倍さんに絡むことができてよかったっすね、マスコミの人たちね。でもまあ安倍さんはね、まともなんとも思ってないんじゃないですかね。もちろんあの高橋さんだってね、なんとも思ってないと思いますけどもね。もうさね、あんた方反日勢相手に遊んでる暇なんか安倍さんにも高橋さんにもねえんだよ。だってさ、これね、なんかメディアだけじゃなくて、例えば立憲なんかも未だにアベノミクス批判とかしてるじゃん。アベノミクス再評価みたいなね、アベノミクスを再点検しようみたいなこと相変わらずやってるじゃん。どんだけ安倍が引きずってるのかっていうね。だからそういう、まあ本当はそういうところで見たら安倍さんに対して失礼なのかもしれないですけど、どんだけの存在感だったのかっていう、そういうことでしょ。おそらくもうちょっとしたら、来年ぐらいかね、まあ今年中はちょっとあれかもしれないけど、来年ぐらいからもう本格的に安倍待望論ね、バンバン飛び交うんじゃないですか、そういう記事が。まあそれはさておき、最後のこのね、高市早苗応援ソングは、まあもしよかったら多分全部見ても6分ぐらいの動画だと思いますんでねチャラリーがすごい懐かしかったんで、それで選んだだけです。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、どうも、かっぱ園長です。じゃあ、この動画では、記事二つほど見ていくんですけど、まずこの桜井翔さん、あと、カンニング竹山さん、それぞれなんかこうね、細かくは話が違うんですけど、別の話なんですけども、どっちもこの太平洋戦争、第二次世界大戦についてなんですよね。これ多分ですけど、まあ、どっちもね、この批判が殺到してて、まあ、桜井さんの方が炎上してるのかな？多分ですけど、これ結局ほら、今、この日本国内のこの日本国民のこの世論がさ、ね、この憲法改正、良しとして、ね、この国防安保、要はこの場合によっては戦争もできる、そういう普通の国になろうっていう、そういう方向に、来てるじゃないですか。だからそれをなんかこうどうにかして止めたい、そういうことを考えてるよ。まあ反日勢がね、だからその要はこのね、いやいや日本は昔ねこんなとんでもないことしたんですよ、けしからんですよみたいな、そういう風になんかこのね、もう一回そのなんていうのかな、反日勢にとって都合がいいということはね、中国韓国にとって都合がいい方に、世論を誘導するするためになんかこういう小細工をしてるんだと思うんですよね、この芸能人、使ってね。まあ例えばこの桜井さんがなんで炎上してるかって、これある番組で、元日本兵にね、103歳のパイロットだった人かなに、なんか米兵をね、命を奪ってしまったという感覚はありますかみたいな質問ぶつけちゃうんですよ。何を言ってるんだと、この人は。まあわかんない、番組ですからね、まあシナリオが当然あるから言わされてただけなのかもしれないですけども、おかしな話ですよね。で、あと例えばカンニング竹山さんは、まあこのなんだろう、太平洋戦争開戦から80年振り返ってで、まあなんか竹山さんが危惧するみたいな、未だに戦前の日本は正しかったとか言う人がいる、また同じ過ちを繰り返すのではない、なんとなくやっぱさっき最初言った通りかな、なんかその憲法改正されたらたまったもんじゃない、的な奴らがまあこういうこと企んでるような気がしてならないんですけども、ちょっと順番に見ていきましょうかね。これ番組見られた方いらっしゃいますかね、この桜井さんのほら夜のニュース番組あるじゃないですか。まともに見たことないんでいまいちよくわかんないですけども、まあそこでのね、まあなんかそういう特番みたいな、このタイミングでね、例えばこれがなんかほらね、お盆の時期とかだったらなんか毎年よくあるパターンかもしんないけど、やっぱりなんかこの世論誘導を企んでいると思うんですよね。なんか桜井翔さんとこの103歳の元パイロットの人がね、真珠湾攻撃から12月8日で80年っていうタイミングで、それでか、なるほどね。そういえばなんか中国の方からそういうなんかニュース飛んでましたね。なんか中国がなんかこの、ね、真珠湾、攻撃から12月8日で80年なのに、アメリカの方から、それをこの糾弾するなんか声明なりなんなりっていうのが何も起きないのはなんでだみたいな、なんかそういう文句垂れてる記事がね、中国の方からあったんですけども、なあ、まあ結局ね、徳川の連中ってほらね、決着ついた話を蒸し返して日本に揺すってたかるの、そういうやつらじゃないですか。まあまあそれはそれで、まあ今回の話とは関係ないんですけども、で、この番組があの日魚雷でアメリカのこの軍艦を沈没させた103歳の元パイロット吉岡さんっていう方がね、まあこの番組から取材を受ける、そういう内容の組み立てなんですよね。で、そこでなんかこの桜井さんがなんだろう、もう当時の経験についてね、ほぼこの口外することがなかった、全く語って
ってこなかった吉岡さんに対して、まあ、なんかそういう質問をぶつけちゃうんですよ。ちょっとありえなくないですか。普通に無礼というか失礼ですよね。だってね、じゃあまずそれその質問は何のために質問してるんですかね。それを聞いて何になるんだって話じゃないですか。しかも戦争っていう、まあある種有事、異常事態ですよね。異常な状況ですよね。日常と違って当然じゃないですか。まああれですよね、番組の台本だろうけどね、だとしてもね、うん、これはないっすよね。うん、だって当時はね、このパイロットもさね、吉岡さんで合ってるよな。そう、吉岡さんだってね、国を思って日本のこのね、まあ現状を打破して日本のこの未来を思ってっていう人たちもね、この吉岡さん以外にもね、これまあ僕のあの父方のおじいちゃんもそうですけども、で戦った人ばっかりだったわけですよね。うん、なんかね、突然、いや人が死んでくの見てみたかったんですみたいな感じで、電車とかさ、通りで暴れる気違いのこのさ、頭がおかしい殺人犯とは違うわけですよね。うん、いやそういう奴らにね、うん、いや人の命を奪うってどういう気分ですかみたいなことを聞くんだったらね、うん、まあまだね、まあそれがわかるとは言わないですけど、全然違うわけじゃないですか。これはちょっとひどすぎますよね。うん、まあいくらこれ番組のこの台本通りにねセリフを読んだだけですとはいえ、うん、なんか情けないですよね。よくこんな質問できたよな。頭おかしいとしか思えねえんだけどね。じゃあ桜井さんがね、うん、まあわかんないです、台本セリフ通りにねこの読んだだけじゃなくて、実際なんかそう、なんかふと疑問に思っていたことの一つとしてこれが本当にあったとしましょう。桜井さんの中に、いや今でも内戦してるところなんて世界中にあるんだからさ、取材して聞いてこいよ自分で。うん、ね、いくらなんか善人でもね、この戦争中ね、やっぱり命のやり取りなんでね、うん、なんかこうなんだろう、命を落とすときは命落とすんですよね。理屈じゃないんですよ。うん、いやだってやるかやられるかの状況に放り込まれたわけですよね、この吉岡さんね。そんなこと考える余裕なんかないだろう。だってっていうかね、103歳でね、日本のために戦ってきたその人相手にこの無神経さに虫唾が走りますよね。いやもちろん分かってますよ、番組ですから台本ありきですからね、この桜井さんはある意味そこで守られるのかもしれないですけども、だからまあこのシナリオを書いたやつは相当やばいなとね、まあ半日日テレがやりそうなことなんでだろうなとしか思わないですけども、まああれですよ、お断りしておきますけど、桜井さんかばうつもりなんて1ミリもないですからね。台本通りだからしゃあねえじゃんとも思わないんですよ。だって自分がインタビューするわけですよね。仕事の内容って確認するんでしょね、今度こういうねインタビューを取ろうと思うんですけどってね、で台本があれば台本渡されるんだよね。話し合ったりしないの？その辺も人任せ。あ、僕はこれ聞けばいいんですよね。うん。はい、了解です。みたいな。そんなもんか？そんなよくできるよな、そんな真似が。これ、しかも収録でしょ？ねえ、放送前にチェックとかしようと思えばできるよな。うん。まあ、いろいろ半日日程でひどいね。うん。まあ、結局さ、ねえ、戦争っていうまずこの状況の特殊さ、これ一切考慮していない。だいぶ頭悪いっすよね。うん。やりたくてやったわけじゃないわけですよ。ねえ、やんなきゃやられるから、ねえ、日本という国に、もう丸ごと日本に未来がないからね、仕方なくでしょ。日本のことを思って戦ってきた人たちばっかで、しかもその一人じゃないですかね。日本のためを思って戦ってきた大先輩ですよね。それはなんか一時殺人鬼扱いみたいなひどい言い草だよな。うん、いや戦争ね、僕みたいにさ、だって戦争知らない世代でもね、想像するぐらいできんだろ普通。なんだろうね、さすがにひどすぎでしょ。何のために戦ってくれたのかって考えたらさ、普通ね、セリフとはいえね、こんな質問ね、ちょっとこんな質問本当にするんですかと、相手に対して失礼じゃないんですかの一言はやっぱ言えねえのか。使ってもらう立場としては、もう金のためにねこんなことを言う芸能人もそうだし、裏でこの脚本書いてるやつもそうですけど、恥を知れと言いたいですね。なんかね、まあこれはちょっと僕のあくまで個人的な感想ですけども、もうこのジャニーズとかさね、このタレントがさね、かしこぶってニュースのこの報道番組のキャスターやんのやめた方がいいんじゃねえの。まあそれをやると数字が取れるからかなんか知らないですけど、これはいくらなんでもひどすぎるでしょ。うん、世間知らずのお坊ちゃんじゃ片付かないぞこれ。桜井さんだけじゃなくて、この書いたやつも、それをそのまま流した日テレもね、まるっとこの半日勢のこのバカさ加減にヘドが出るし、無神経さを疑いますね。まさに命がけで頑張ってこられてね、この103歳でね、インタビューにもね、この今まで多くを語ってこられなかったっていうのが本当、多分これは本当だと思いますけど、それをねインタビューにも応じてくれた、そんな
な人に対してね、これだもんな。報われないっすよね。うん。これはもう吉岡さんに、ね、桜井さんだけじゃなくて、ね、これ書いたやつもそうだし、もう局を挙げて、日テレの社長からね、もう全員土下座謝罪が必要な案件だと思いますけどもね。ひでえ話だよな、ほんと。何様だこいつ。うん。ということでね、今回は以上です。ありがとうございました。あ、竹山さんの話忘れてましたね。竹山さん何言ったのかな。まあさっきちょろっと言った通りですけども、まあこの太平洋戦争開戦から80、ね、お笑い芸人のこのカンニング竹山さんが、なんかある番組をきっかけに、戦争中の世論と、今大事にしなければならないことを考えたうんぬんっていろいろ書いてあるんですけども、うん。まあなんか、この令和の世の中に生きる僕たちと、これは竹山さんが言ってるんですよ。昭和一桁から昭和10年代に生きた人たちの考えと、生活の根本は何も変わっていないということ。ということはまた同じ過ちを我々は繰り返してしまうかもしれない。何を言ってんですかね、この人。だ結局あれでしょ？ね、この憲法改正に向かう、ね、例えば敵基地攻撃能力とかさ、ね、あの辺なんかも含めて、この安保、国防、要はそっちにね、行ってもらうと困る人たちの代弁してるとしか思えないよね。うん。だからまあちょっとね、このさっきの桜井さんもね、なんかもう、そうだな、無理やりなんかこう要約すると、まあ要はこの反日マスコミに騙されるなよと、うん、そういうことですよね。まあちょっと思いっきりはしょっちゃいましたけども、ね、うん、まあ結論ありきのね、竹山さんの妄想みたいな感じだったんで、まあどうしても興味ある方はね、ちょっとググって調べてソース見てみてもいいかもしれないですけど、まあなんかこうね、反日勢がマスコミ使ってね、こう世論誘導をしようとしている、うん、もうね、昔と違うんで騙されるわけがないんでね、うん、いやーしかしなんかこうね、吉岡さんへのこのね、失礼な発言質問はね、あれはちょっとね、大炎上どころじゃないですよね。絶対謝罪すべきだと思いますけども。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、カバージュグロカッパン長です。さてと、じゃあこのね、自民党総裁選の続きいきますけどもね、ここでねちょっと注目するポイントがありまして、この立ち会い演説会、あ、そうそうそう、 URL 載せておきますんでね、結構ボリュームあるんですけども、まあもし興味ある方、もう見たって方もいらっしゃると思いますけどもね、まだっていう方はちょっと見てみてもいいと思います。でね、ここでね、このまあ前もね、これちょっと一回話題になったと思いますけども、この自民党総裁選立ち会い演説会で、この拉致被害者、このなんだ、ブルーリボンですよね、このバッジありますよね。これをね、している候補としてない候補ね、これ二人ずつ分かれたんですよね。うん、これまあ画像を見たままで、まあ結論言っちゃうと、岸田さんと高市さんはつけてらっしゃるね。河野さんと野田さんはつけてないんですよね。なんか分かりやす。つけたり外したりなんか忙しい人もいましたよね。まあそれはあの河野さんだけじゃなくて岸田さんも実はそうなんですけども、例えば河野さんの場合はこのなんだっけな、出馬記念出会見では確かつけてたんですよ。でテレビに出るときはまた外して、でこの告示の日の立ち会い演説会でも外してっていう、なんかよくわかんない使い分けっていうのかな、これ。その日の気分かなんか、それともなんか誰が見ているからみたいな、そういうなんか誰かみたいな、どこかみたいな対応なの、これ一つの、よくわかんないですけど、まあなんか河野さんはそういうことしてて、岸田さんは岸田さんで。確かね、なんか岸田さんもご自身のこの YouTube にチャンネルをお持ちなんですよね。でそこでなんかこのブルーリボンつけない理由をなんか問われるところがあって、でそこでなんかその説明を、いろんなバッジあって大変だから整理したって、なんかそういう、これを信念っていうのかどうかよくわかんないですけど、そういうご自身の考えね、持ってね、語っていたのにね、なんかつけてますよね、今回は。だから結局ね、この河野さんもこの岸田さんもさ、ね、まあそもそもね、そんなもんに興味もない野田さんは論外ですけども、やっぱりね、このコロコロ意見とかね、そう、なんかこう、喋ることもそうだし、ね、この、それに伴って、この行動もね、コロコロ変わるようじゃ、なんかこう、風見取りみたいなこと言われるわけですよね。そういう人にやっぱりお任せしたくないじゃないですか。我々、ね、この国民としては。なんだろう、もうなんか、もう、だからってね、もうつけなくてもつけても、どっちでもいいだろう、みたいな。っていう、この逆切れされても困るんですけども、ね。まあ、たかがバッチされどバッチですよ、ね。うん。まあ、そう考えると、やっぱりね、さっきもブレないっていう話をさせていただきましたけど、高市さんね。うん、そう。だからやっぱりこのね、おっしゃりもそうだし、その行動もやっぱりそうですよね。うん、一貫してますよね。うん、で今度はね、舞台がテレビかな。うん、なんかね、このほら、同性婚の是非をめぐって、なんかこのね、河野さんとね、岸田さんが、まあ、やり合ったところまで行かずになんかしょぼーんみたいな、なんかそういうね、なんかやり取りがあったみたいなんですよ。河野大臣が17日のこのテレビ朝日の番組かな、で同性婚の是非をめぐって、この岸田前政調会長に見解をね、まあ問いただす
すみたいな、そういうなんかシーンがあったらしいんですよ。岸田さんはね、この多様性を認めるということで議論があってもいいと思うが、まだ認めるところまで私は至っていないと答えた。そうですよね。なんかみたいな、ズバッとはっきりね、いやまあわかりますよね、何でもかんでもこの白黒つけろとかそんなこと言うつもりはないです ね、イエスかノーかね、右か左かどっちかしかない、そんな乱暴なこと言うつもりはないんですけども、ここはやっぱりね、だって是非を問われてるわけでしょ。なんかね、このそのそう、まずこの人ね、その議論っていう単語を使いすぎ、それはあのなんかなんていうのかな、そのいや断定っていうんじゃないな、そのご自身のね意見をこのあのはっきりと語るのをこの避けようとしてるんですよね。うん、そういうのはやっぱりね、あのなんだろうな、やっぱリーダーとして、だってさ結局ね、なんでもまあそもそもがね、この我々日本国民一人一人、もそうだし、しかもなんかこういう組織ね、組織っていうかもう日本のリーダーを目指すわけでしょね、リーダーでしょ、うん、決断の連続なわけですよね。うん、ちょっとそういうのはね、ないと思いますけど。で、まあ、このなんか、ちょっと話戻るんですけども、その、なんだろう、このテレ朝のこの番組、なんかこの番組のこの構成が、なんか自民党、多分これご覧になった方も結構いらっしゃるんじゃないですかね。自民党総裁選候補者4人がね、それぞれが、まあ、相手を選んで質問を投げかけるっていう、そういうコーナーがあったみたいなんですよ。これちょっと僕見逃したんで、これ見とけばよかった。まあ、そんなコーナーの中で、この河野太郎さんが、まあ、岸田さんにね、質問したんですよね。で、河野さんはね、16日のこの報道各社のインタビューにおいては、この選択的夫婦別姓とこの同性婚についていずれも賛成だって述べてたんですよね。うん、だからまあ岸田さんはなんだろう、はっきりと答えることをまあ避けたみたいな。うん、これはちょっとね、あのリーダー目指す人のこの態度として、ね、何回も言ってますけどね、こういうのはなんかね、なんか波風立てないようにみたいな、そういうのはねダメだと思いますけどもね。うん、で、この自民党総裁選のこの立ち会い演説会、まあ僕もね、この野田さんのとこだけまだ見てないんですよ。わざとじゃないです。あの後で見ようと思いますけど、そう、まあ確か順番が河野さん、岸田さん、高市さん、野田さんっていう、確かあのなんだっけ、出馬表明、立候補をした、その届け出順か、立候補の意思表示をした順番で、このそれぞれ、持ち時間が20分って言ってたかな。で、なんかこうね、私がなんか総裁になった暁にはみたいな、ちょっと安っぽいですけどそんなあのしょうもない感じじゃないですよね、っていうなんかそういうあの演説会があったんですよね。うん、で見させて途中までなんですけど、まあ要はメインと言われるさん、メインと言われてたのちょっと野田さんに気の毒なんですけど、まあその河野さん、岸田さん、ね、高市さんと順番でこの見させてもらったんですけども、やっぱりね違うんですよね。うん、あのいや全然違うんですよ。あのご覧になった方はもうねすぐ気づいたと思うんですけども、まず河野さんはもう最初から河野さんが言いたいことを言ったっていう印象。まあ私がこういう感じで総裁になり、だからこういうことに全部言ったらちょっと時間なくなっちゃうんでね。うん、で最終的に星もつかめるみたいな、最終的ではなかったけど、うん、まあそんなところもあったり、まあご自身の思いをまず述べられた。最初から最後までそうでした、河野さんはね。で次、岸田さん冒頭にまず菅総理に対してね、このお疲れ様でした的な発言をまずされる。そっから入るんですよね。うん、まあコロナ対応でね、尽力されたね、陣頭指揮取られてね、まずはなんかお疲れ様でしたみたいな、そっから入ってくんですよね。うん、でまあ内容的にはまあその後はね、まあ私が前回ね、あの総裁選に敗れたっていうところから、まあなんかご自身のなんかこの過去なんかも振り返りつつね、地元広島でっていう話もしつつ、まあ私が総裁になったら、総理になったらっていう話を、まあ、総理になったらっていう言い方おかしいな。総裁になったらっていう話をしていくんですよね。ここはまあ、河野さんと、まあ、同じような感じですかね。うん。その後は、冒頭で菅さんへの、言及があったんですよね。で、次、高市さん。高市さん、まず、なんだろうな、その、コロナもそうだし、その自然災害、今この台風でとかっていうね、国民へのメッセージから入るんですよね。うん。だから、ご自身の思いとか、ね、そういう政策的な話とかをする前に、結構な割合だったと思うんですよね。1分2分とかじゃなかったんですよ。結構尺取ってね、そのコロナで苦しんでる方ね、自然災害に遭われて今まさにこの台風でっていう話を、ね、されるんですよ。まず日本国民に対してっていう話から入るんですよ、高市さんはね。でその後菅総理、菅政権に対しての話を続けるんですけども、でその後ですかね、だからもう多分1/4 20分だからね、いや5分で収まったかな。だからまあ残りまあ5分だったとして、まあ15分ですよね。うん、
4分の1その自分以外の誰かとか何かとかに対して、感謝の気持ちというか思いをなんかそう述べられるんですよね、うん、菅政権に対してはまあその感謝の気持ちで合ってると思うんだけど、うん、でその後から、まあ、ご自身のね、その政策的なこととかその総裁への思いとかっていうのをこう語られるんですよね、うん、この辺がやっぱり大きく違うかなって僕毎回言ってますけどこの別にね変な話ね別に河野さんでもね岸田さんでもね、高市さんでもなんだったら野田さんでもね、うん、男性か女性かとかねベテランか新人かとかね、うん、出身がどこだとかもうはっきり言って関係ないんですよね。日本国民ね日本にどんだけ向いてるのか向いてるって向いてる向いてないじゃなくてその向き合うっていう方ね、うん、だそう考えるとねやっぱりこういうねたった一度のこのね演説会ねたった一つの演説かもしれないですけどもこの辺がやっぱり高市さんはやっぱり違うのかなって変な意味じゃないですよ。他の候補者はやっぱりなんかね俺が自分が僕が私はっていうもう特に河野さんはそれだけでしたはっきり言って内容もそうですね、まあ、保守とはみたいな話をされてでまあその寛容さだとっていうおっしゃるんですけどもあまりなんかそういうのこう入ってこなかったですよね、うん、だからやっぱり、うん、こういうねたった一つの演説かもしれないですけれども、うん、まあ、高橋さんはまず日本国民にねまずこの向いているっていうのがやっぱり分かるんですね。こう伝わってくるんですよね、うん、だからこの辺やっぱりだってこの総裁選は確かにね自民党内のお話でしょうよね党員とね、っていう話だと思いますけどその後の総選挙はもうだって結局総裁選イコールもうその次のねこの総理大臣ね政権をとてところをみんな考えてるはずですよね。ってことはもうこの時点でね少なくともね日本国民とねこの向き合う気もないような人は論外じゃないですか、うん、って思いましたけどもね、うん、でこれ僕は確認した動画はこの自民党オフィシャルの映像だったんですけどこれね、自民党総裁選、立ち会い演説会って叩くとかなりたくさん映像出てくるんですよ。例えばなんかね富士だったり TBS だったりまあ日テレとかまあ朝日もあったんですけどどういうわけかねわかんないです。全部ざーっとなんか時間かけて確認したわけじゃないんで、たまたまね、うん、見つからなかっただけかもしれないですけど、だけね、なかったんですよ。が、放送した分のこの立ち会い演説会の映像っていうのが、YouTube に、あれでも、他の案件ね、なんかこう、なんだろう、結構あったと思うんですけどね、K が扱った分だけ確認できなかったんですけど、その NHK がね、なんかこの放送を見ていた人たちから、クレームがね、殺到してるらしいんですよ。何かっていうと、高市さんの時だけ、音声聞きづらくなったっていうんですよね。こんなとこでも妨害活動破壊工作みたいな妨害工作みたいなのをしてるんだ。いや、NHKはこのニュース枠でね、この自民党総裁選立ち会い演説会中継してたんですよ。で、全候補者ノーカットで放映したんですよ。ところがね、うん。まあそもそも政党内の選挙をこれだけ報じるのもね、違和感しかないんですけどもね。まあ来たるべきなんか総選挙ではね、この党首とか候補者のこの第一声、まあ各党の政策を余すことなく報道するんだろうけれども。ね、NHKはね、なんていうのかな、その高市さんの時だけなんていうのこのハウリングっていうのかな、なんか聞き取りにくいようなそういう感じになるんですよ。これわざとなのかなって。ただね、ちょっと思い返してみたらね、この岸田さんの時も、この僕が確認したのはこの自民党オフィシャルのでの映像なんで、自民党オフィシャルがこの内容をなんか使ってるとは思えないからな。そう、僕が確認した映像では、岸田さんもね、最初だけなんかね、なんかちょっと聞き取りにくい感じだったんですけど、でもすぐなんかマイクっていうかなんかちょっとね、調整したみたいで、普通に聞こえるようになったんですけども、高市さんの時なんかそんな気になるようなところあったかな。ってことは、K は、わざとなんかやらかしたのかな？なんかすごいこもってるように聞こえたっていう、そういうクレームが殺到してるらしいですよ。の中継を見た人たちから。で、一方、野田さんはね、はっきりとした音声で聞こえたみたいです。まあ、やらしいですね。これが本当だったらね。まあ、こんな妨害なんかにね、うん、まあ、なんだろう、高市さんがね、気にもしてないと思いますけども。ね、ガンガン突っ走ってって走り抜けてってほしいですよね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。はい、カバージェブロカッパ園長です。じゃあこの動画ではね、インドネシアの高速鉄道計画のね、なんか今みたいな話が出てきたんで、さあどうなんだろう。やっぱりあれかな、中国がちゃんとやってくんないから日本に泣きついてくるね、ずーっとそれなの繰り返すつもりなんですかね、続けるつもりなのかな。誰がそんな人相手にすると思います？相変わらず日本舐めてんですよね。なんか問題紛失で自業自得っていうことらしいんですけども、そらそうっすよね。で、曰く付きの高速鉄道計画、インドネシアがインドネシアで
中国が受注した高速鉄道計画はここへ来て新たな問題を抱えていることが明らかになった。これまでにも建設に関わる費用の肥大化や用地買収の遅れなどから観光時期が何度も延期されるなどの問題点が明らかになっていて、苦肉の策としてインドネシア政府が日本の参加支援を協議する事態にもなっていたと。これ蹴っ飛ばしましたよね確か。でそうした費用観光時期の問題に加え、今回さらに鉄道建設工事が周辺住民の住宅に影響を与えたり、水質汚染、大気汚染、洪水などが生じる環境問題も起こしており、路線周辺の住民が国家人権委員会に訴える事態になっていることをアメリカ政府系放送局ラジオフリーアジアが報道したと。もう日本は絶対関わったらダメですよね。でジャワ島西部にある首都ジャカルタから南の西ジャワ州ボゴールを結ぶ全長143キロの高速鉄道は、受注段階で中国と日本が激しく争って最終的に中国が受注したという日本にとっては因縁の計画で、それだけに中国受注で進められている現在の建設工事において数々の問題が持ち上がっていることに対して、それ見たことかと冷ややかな見方が日本サイド、日本への発注を推進したインドネシア政府関係者の間で急速に広がっていると。ね、なんも自業自得ですよね。うまいことだってね、裏切った格好ですからインドネシアは日本をね。だから結局自業自得ですよ、因果応報ですよ。やっぱり舐めた真似したら舐めた真似したなりの結果が返ってくるってことをね、思い知ればいいんですよね。これ日本は絶対助けたらダメですよね。でこれね、結構ボリュームがある記事で、深刻な環境問題が表面化とか、日本とインドネシア関係の汚点、もうまさに汚点ですよね。インドネシアが一方的に怪我してくれただけですけども。で今後の工事進捗にも課題が山積してるんだって。大変っすね。で最終的になんかこうね、苦肉の策というか日本の支援頼みなんてずうずうしいことよく言えるよな本当。ちょっとこの部分だけ読んでみておきましょうかね。こうした工事の遅延費用の増大などから、インドネシア政府内部でも中国への発注を決めたことへの苦悩が広まってるんだって今さら。当時中国を強力に支援した関係閣僚も、2期目のジョコビドド政権では閣外に追いやられるなど反省の色が漂っているとの観測もあると。いや関係ないそんなのなんですかそのね、前政権時のね、ことはね、現政権の我々は知らない、預かり知らぬことなんて、まあ、どっかの国の誰かみたいなね、腐った言い訳ですよねそんなのね。我々にとっちゃインドネシアに裏切られた事実は変わりませんけど。で2020年7月にはジャカルタからジャワ島北部沿岸地帯を東ジャワ州州都スラバヤまでを結ぶ鉄道の高速化改良計画に日本が参加していることから、ジャカルタボゴール高速鉄道計画の事業体にも日本を加えようとの声が閣議でジョコビドと大統領から出たと閣僚が明らかにしたと。何言ってんのかなこの人は調子良すぎね。でこのジャカルタボゴール間の高速鉄道が実現した暁には、ボゴールから西ジャワ州の都市バンドンを経てスラバヤまでの在来線と結ぶ構想があることから、この在来線改良計画に参画している日本を巻き込もうという作戦だったんだってで日本が協力しているジャカルタスラバヤ間の高速化計画は、これまで約10時間要していた区間を時速160キロでの走行を可能にする改良で、所要時間を半分の5時間前後にするというもの。しかし日本側からは何を今更との反発も強く、中国に奪われた高速鉄道計画で日本の受注を推進したインドネシア政府関係者からも、政府は節操がない、こんなことになるなら最初から日本に受注すればよかったなどの声も出て、ジョコ大統領の唐突な日本頼みは暗礁に乗り上げているとね。そらそうよ、バカにしすぎですよね。で最も中国が進めるジャカルタボゴール区間と日本が参加しているジャカルタスラバヤ区間の高速改良計画の区間ではゲージが異なることから、これを結ぶのは技術的にかなりの困難を伴い現実的じゃないとの指摘がある、中国発注に踏み切ったジョコ大統領はこうした現場の問題に思いを馳せることなく、半ば思いつきで日本のインドネシアと中国の共同事業体への参加を口にしたのも、大統領をはじめとした中国派に焦りが出てる少佐で、工事の遅れ、それに伴う様々な問題に、ジョコ大統領が後悔して日本に宗派を送ったと解釈されている、ね、本当なんだろうね。このはっきり分かれますよね。なんかこうやっぱり、いや別に僕はあんまりこのね、自画自賛とかこの手前味噌ななんかそういうのってね、僕がというよりも日本国民ってそういうのね、自己評価とかってあんま得意じゃん。いや自分たちへの評価って自分たちでするもんじゃないっていうのが分かってる人間が多いじゃないですか日本国民ってね。そういうのは他人が、他国がね、よその国の企業なり人だったり政府だったりがね、自分たち以外の誰かが何かが評価するもんでしょ自分たちの評価ってさ。まあ、なんかそれが分かっていない人たちとそうじゃない人たちってこうもやっぱりね、違うのか、なんかもうくっ
きり分かれますよね。うん。だから結局日本を敵に回すような人たち、日本を裏切るような人たちって、みんなね、国名とかさ、住んでる人たちとかね、細かくは違うんですけど、基本一緒ですよね、やっぱり。うん。どいつもこいつも嘘つきだし、どいつもこいつも裏切り者じゃないですか。綺麗に、ことごとく。で、まあいいんですけど、はっきり言って。で、ジャカルタボゴール間の高速鉄道計画は現在、進捗率 74% で、計画されてたトンネル工事も完了に近づき、駅も5駅設置済み、遅れながらも工事は続いてるんだって。で、中国への発注を決めた段階から続くボタンの掛け違いとも言える数々の予想外の事態。しかし、今更中断するわけにもいかず、頼みの日本からは色良い反応も得られず、新たな環境問題を抱えながらコロナ禍での建設を全うするしかないようだ。いやー、なんかざまあねーなの一言ですよね。うん、全然かわいそうとも気の毒とも大変ねーともこれっぽっちも思わないですね。うん、もうぶざまだな、もう一言ですよね。うん、ざまあ案件にざまあじゃないですか、ただの。うん、まあだからインドネシア政府がね、日本にこの、ね、揺すってたかれに来てもね、うん、まあ一周するぐらいの対応でいいですよね。うん、そういえばさ、なんか去年インドネシアが50兆円のインフラ計画立てて、その資金をなんか日本にも出資するようになんかね、うん、お願いしてましたよね。お願いというか上から目線で偉そうに、うん、全部蹴ってやりゃいいんですよ。中国選んだんだからさね、レッドチーム扱いでいいんじゃないですか、こんなところは。うん、まあ本当だったらね、この今更こんなこと言ってもしゃあないんですけどね、ワクチンの無償供与なんかもね、インドネシア外してよかったと思いますけどね。うん、いや関係ないじゃんとかね、うん、そういうところはねちょっと違うと思いますっていう意見もあるのはわかるんですけど、僕は全部繋がってると思うんで、うん、いやそらそうですよね。うん、ね、日本騙して裏切ってね、背中から切りつけるような真似しておいてさね、いやーちょっとワクチンで困ったことになっててさって調子良すぎなくないですか僕がなんかこうね、あ、担当者とか責任者とかなんかそういう権限がある立場だったら絶対こんなところにねワクチンなんか提供しないですけど、だって他にね世界中にいくらでもね、うん、日本と共にねこの歩んでいくことを選んでいる中でね、うん、ワクチンの接種計画がなかなか進んでない国って世界中にたくさんあるわけでしょ。全然インドネシアなんか優先してやる理由がどこにもないと思いますけどもね。うん、ね、しかもしれっと日本と中国が激しく争い最終的に中国が受注したなんて書かれてますけど、違うよ。日本のマスコミも相変わらず適当だな。変に中国に気使ったのかなんか知んないですけど、中国が日本の計画パクって最終的に中国がかすめ取ってったんでしょ。しかも計画だけじゃないよね、沿線の地質調査データまで丸ごとパクったんだもんね。そう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 ね、窃盗どころか一説にはこのインドネシア政府関係者が情報を流したって話だったじゃん最初。うん、そんなところにね助け船なんかね1ミリも出す必要なかったのに。うん、まあこれにね、これについてこの鉄道事業についてはもうインドネシアの話なんかもうなんか1ミリも聞く必要ないし、なんだったら他の分野でもねもうインドネシアとね関わりなんかもう完全に切っちまってもいいぐらいだと思ったんですけどもね。うん、まあそういうわけにもいかないのかもしれないですけども、とりあえず中国と組んでる相手にね、うん、何の優遇してやる理由があるんだって話ですよね。助ける義理はないですよ。まあただ完全放置しちゃうとね、中国に完全に取り込まれちゃいそうで、それがねあるからちょっと日本もね、うん、絡みたくはないけどね、絡んでねっておかないとっていう事情もあると思うんですよね。めんどくせえ相手だな本当。なんで日本以外の国ってこんなところばっかなのかね、どうしようね、はっきり言ってケツ持ってやんなきゃいけないって思いますけども、まあそれはちょっと僕はね小さいのかもしれないですけどもね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげん。はい、カッパチョコロカッパ園長です。じゃあ今度はこの動画ではね、まあオリンピック開会式に対するまあ評価の話がね、まあ結構上がってきてるんで、ちょっと順番に見ていきますけど、まず最初はね、まあ酷評されている内容になりますかね。例えばアメリカ、欧州、中国、あとはまああの国含め、まあなんか史上最もひどい開会式で一致したみたいな。まあこれ中国メディアが書いてる記事ですけどもね、オリンピック開会式に失望の声が殺到、ね、わからなさすぎると、わかりにくい、あと暗すぎる、ね、時間の無駄。まあ中国メディアはねそういう風に言ってる感じですかね。ただね一方あのいろんな地域、しかもいろんな人がね、評価するんで、それはあの賛否両論いろいろありますけども、その一方ね、まあ世界の人たちの中にもねやっぱり良かったっていうね、うん、まあ肯定的に受け止めてる人たちだってちゃんといるわけですよね。日本らしさ全開だったと、東京五輪の開会式の演出に海外からまあ称賛の声もちゃんと上がってるんですよね。東京オリンピックの開会式が23日20時から、メインスタジオ
ジアム国立競技場で無観客で行われた。開会式は心でつながるがテーマで、パンデミックの中で日々を過ごす世界の人々に向けて希望を感じてもらいたいというメッセージが込められていた。206の国地域の選手たちが日本の50音順に入場行進する際には、BGM にドラクエやその曲が、まあ、ゲームミュージックですよねが用いられ、また国名を紹介するプラカードは漫画の吹き出し調になっていたなど、日本のポップカルチャーが前面に押し出された演出が話題に。もうちょっととんがってもよかったですよね。まあいいんですけども。また競技をイラストで示す50種類のピクトグラムを、ね、全てパントマイムで紹介したパフォーマンスや1824台のドローンを使って地球を夜空に浮かび上がらせる演出なども国内外で大きな話題になっていたと。でポジティブな、ね、意見もちゃんとあったんですよっていうことですかね。じゃあここから世界の反応ですけども、まずフランスから、今の難しい状況の中オリンピックを開催して不可能を可能にしてくれた美しい日本の人々に、ありがとうと伝えたい。でまたオーストラリアからは、ありがとう日本、感動的で美しい開会式だったよ。まあオーストラリア選手団はね、このなんていうの、選手村のほらね、オーストラリアの選手の人たちが宿舎に使ってるオーストラリアのね、垂れ幕があったじゃないですか。あれにももう感謝の気持ちがね、書かれていましたからね。で、マレーシアの方がピクトグラムのシーンがかなりクリエイティブだった、とにかく可愛かったよ。でアメリカの人が、あれは良かったよね、日本のバラエティ番組のスタイルそのまんまだったよね。でアメリカの人が、逆境の中で開会式成功させた強い心と忍耐力に感動したよ、もちろん会場に行くことができなかったのは残念だったけど、テレビで見られただけで十分だよ、トルコの人は、正直日本であればもっといい開会式をできた気もする、競技はもっと面白いものになるといいよね。でイギリスの人が、私は文化的な開会式だったと感じたよ、そもそも開会式は何かを誇示するためのものではないし、日本の文化を理解している人の多くは実に日本らしい開会式だと感じたはずだよ。なるほど。バングラデシュの方が、ドローンの演出は目を疑うほど素晴らしかった、日本はアメージングな仕事をやってくれたんだよ。で、オーストラリアの人が、本当に素晴らしい開会式だった、観客がいない中オリンピックが持つ強いメッセージを伝える心に響く一連の芸術的演出は見事だったよ。で、アメリカの人が、ドラクエとの曲が流れて驚いた、選手入場の時に使うなんて超クールだね、国籍不明の人が、入場時の BGM に関してはドラクエ以外の方が良かったと思うけど。で次も国籍不明の人が、日本には人気面でドラクエを超えるゲームはない。でオランダの人が、開催してくれたことを日本と東京に感謝したい、大会初の金メダルは日本人選手に渡ってほしい。どうだったのかな、大会全体で世界初は、どこの国の誰だったかちょっと分かんないんですけども。でオーストラリアの人が、アイルランドの選手団が入場の時お辞儀してたのがすごく素敵だった、あれはもう世界でなんかね、僕も動画で取り上げさせていただきましたけど、世界中で話題になったみたいですよね。やっぱりね、見る人はやっぱちゃんと見てるんですね。国籍不明の人が、任天堂の音楽が使われなかったのが残念、電通のせいです、絶対マリオとゼルダは使うと思っていたのに、日本のゲーム業界でかなり重要な存在だから全部電通のせいです。で国籍不明の人が、日本はゲーム音楽の価値を認め敬意を払ってくれた、ゲーム音楽の美しさを世界に伝えてくれたよね。あれそういえば最近なんか日本のね、あるゲーム作品の BGM 勝手にパクってなんか話題になった、なんかどっかあの国の人たちだったっけ、なんかそんなアーティストがいるっていう、そんな国があったと思ったんだけど、あれどこだったっけな、忘れちゃったからまあいいか。で次はオーストラリアの人、個人的にはワーストだ、観客がいない中の選手入場は本当に退屈だった、2時間見てチャンネル変えた、まあ中にはそういう人もいるでしょう。でフィリピンの人、これはフィリピンメディアの評価かな、日本あなたたちは世界を常に世界を驚かせてくれる。で今度オリンピック公式、私たちスタッフはピクトグラムの演出にハマっている、皆さんはどの競技の演出が良かったですかと。マレーシアの人が、あのピクトグラムのパフォーマンスは仮想大賞という番組の影響を受けてるだろう、金ちゃんのやつかな。でイギリスの方、こうやって同じ話題を共有し世界の人々が一つになってる姿は素敵だね。でアメリカの人が、私は今まで見た開会式の演出の中で一番クールなパフォーマンスだと思った、もう一度見られるようにしてもらいたい、見逃した人にもぜひ見てもらいたい、本当に楽しかった。なるほど。南アフリカの人、個人的にはその感動を共有できない、今回の開会式は本当にひどかった。でアメリカの人がそれに対して、その考えに共有はできない、日本は刻一刻と変わる状況の中でできる限りのことをやったと思う、逆境
況の中の開催だったことを理解するべき、異常な状況に適応する必要がありながら、開会式を成功させた日本に敬意を表する。フィリピンの人、本来はもっと大掛かりな開会式になる予定だったんだろう、だけどコロナの影響で変更せざるを得なかった。コロナだけだったらね、いいんですけどもね。その中で日本は本当によくやった。これから2週間世界中の人が楽しむイベントがある。私はそのことを嬉しく思う。ありがとう日本。イエメンの人、私は日本ならもっとすごい演出をすると思っていた。とはいえこの状況で素晴らしい仕事をしたとも思う。でカナダの人、観客がいるように見える座席になってて感動した。あのアイデアは本当にすごいわ。ああ、なんかあの国の人たちのね、なんかほら、日本に乗り込んできて、ね、なんかライブとかやったりする、ね、なんかアーティストいるじゃないですか。ね、もうなんか動員して、なんか照明効果でね、なんか満員御礼を装うみたいなことやりますよね。ね、で、なんだろうな、ニュージーランドの人、日本らしさ全開、スマートで気品があり、知的で僕らの世界とは全く違うと思った。国籍不明の人、日本へピクトグラムのパフォーマーに賞を与えてもらいたい。世界中の人をハッピーに、そして笑顔にしてくれたから。あと、管理室で一人で奮闘してたあの男のことも俺は忘れられない。伝説によるとあの男はまだあの場に残りランダムにボタンを押してるらしいな。ん？これは誰のこと言ってんだろう。国籍不明の人、俺は上空を飛ぶガンダム待っていたのに。ガンダムでねこの聖火点火するっていう最後っていうのもねありだったんじゃないかなってちょっと思いましたけどもね。でマレーシアの人、パンデミック終わったら東京にはもう一度開催地になってもらいたい。いやもう勘弁かな、だってもしコロナの影響がなかったら史上最高の開会式になったはず。まあ評価してもらえるのはありがたいんですけどもね。ちょっとオリンピックは特に電通を完全に排除しきらない限りは無理じゃないですか。まあ電通だけじゃないですけどね。うん。イギリスの人が選手入場にその曲使ってくれた。それだけで自動的に最高の開会式。でメキシコの人がピクトグラムのシーン最高。2D から3D に変化したドローンの演出もお見事。こんな難しい状況下で日本は本当によくやったと思う。準備に携わってくれた全ての人に感謝を伝えたい。アメリカの人が日本のみんなこの厳しい難しい状況の中で、オリンピック開催してくれてありがとう。そして世界に再び希望をもたらしてくれてありがとう。全ての国の全てのアスリートの成功を願っていますっていうことなんですよね。まあ見てるとやっぱりピクトグラムあれがなんかものすごい高評価だったみたいですかね。まあその次がやっぱりドローンの演出になりますかね。でまあなんだろう、期待値が高かっただけに、まあ日本だったらっていう、まあこれはまあ多分日本国民もほぼほぼ全員が感じてたところじゃないですかね。うん、まあでもいろいろあってねああいう格好になっちゃったんでもうしょうがないね。もう過去の出来事なんでね。まあだから僕なんかもねついついなんかこうね批判するスタンスを取りがちですけども、まあこうやってね世界中の人たちのね中にはすごく評価してくれてる。まあだからなんか良かったというよりもねこの後頑張れって応援してくれてるっていう捉え方が正しいような気がしますけどもね。だからやっぱり選手の人たちのまあなんかこうメダルを目指してね、まあメダル取るだけが全てとは言いませんけども、まあぜひね納得のいく結果をね手にできるように全ての選手が頑張っていただきたいですよね。あとは閉会式がどうなるんでしょう。すげえなんかこう期待っていうよりもなんか心配しちゃうね気持ちがどうしても大きいんですけどもね。うん、ただまあ世界中の人たちがねこの状況の中でオリンピック開催してくれてありがとうの声があまりに多いのがねなんかちょっとね僕なんかも一日本国国民ですけれどもなんかそういう気持ちをこう忘れというかね、まあなんかいろいろこの特殊な状況の中でもやっぱり裏方の人たちは一生懸命ね限られたなんか時間だったりね状況まあ予算なんかも含めて頑張ってくれてた人たちが確かにいたわけですからね。そういう人たちへの感謝の気持ちはちょっと、忘れていたかなって思うんでそこはちょっと反省したいと思いますよね。だからまあ今後閉幕までまあだからオリンピックとあとその後のパラリンピックまでね、うん、まあみんながね、ほんのわずかでもねなんだろうこの平和というかなんかそのね一つの目標に向かってこのね協力して、頑張って、盛り上げていくっていうなんかそういうね気持ちを大事にできたらいいんじゃないのかなと思います。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。カパチョクラカッパ園長です。さてと、じゃあ、チャンネル、この動画ではね、このチャンネルでは今日も総裁選をね、とにかく記事がものすごいあるんで、もうずっと見ていきますけど、まあ、いつも通りこの総裁選全体、まあ、支持が上がった下がった的な部分で、この動画はね、まず見ていきまして、で、その後の動画ではね、まあ、高市さんだったり、まあ、河野さんだったり、まあ、岸田さんや野田さん、各候補、それぞれ見ていく感じですかね。最後の動画、ちょっと総裁選以外のね、お話を、で、締めていきたいと思いますんで、まあ、お時間ある方はね、
まあちょっとご飯時かな。まあバタバタしてる方もいらっしゃるかと思いますが、ぜひどうぞよろしくお願いしますということで。じゃあまずその支持率ですけどもね。まあこう高市候補、相変わらずこのマスコミからの嫌がらせが尋常ではないんですけども。まあこの後の高市さんのところではね、そのなんかそのマスコミのね、あまりのひどい対応にもう安倍さんが大激怒するっていうお話なんかもあるんですけども。まあこの自民党員のこの河野人気が、失速してきてね、もう高市候補が逆に凄まじい勢いで、この河野さんとか岸田さんにね、追いつき始めてるっていう、そういう結果が出てきたりとか、まあなんかこの河野太郎候補が、全党員票の過半数を獲得するだろうなんていう、なんかこう、共同通信なんかが、まあ現状の支持率から予測しちゃうっていう記事を、まあある国のメディアが取り上げてね、よっしゃ河野総理だみたいな感じで勝手に盛り上がってたりとかね。あとこの岸田さんと高市さんがですね、総裁になるよりも、やっぱ河野さんが総裁になってくれた方がいいよね、みたいな。まあこれはあの、立憲なんかの野党関係者がね、勝手ななんか希望願望垂れ流しちゃったりとか。で、そんな中、鳩山さんもなんかね、総裁選でのこの自民党議員の結束力の高さと安心感の強さを、みたいな。なんかどうしたんだ、変なもん拾って食べちゃったのかなみたいなことを言い出しちゃったりとか。まあなんか、そうですね。まあ順番に、ちょっとね、見ていきましょうかね。じゃあまずそのね、高市さんがね、どんどん支持を伸ばしてるってお話かな。と、読売の調査結果らしいんですよね。だからまあ話、読売だからな。うちぐらいかな。総裁選の党員投票先、河野さんが 41%。おぉ、高いね。岸田さんが22、高市さんが20、野田さんは 6%。だって、読売調査結果ですかね。まあいいですね。まあこの後説明しますけど、このままでいいです。ね。このままマスコミはもう高市さんね、どんどん冷遇しっぱなしでいいです。で、読売新聞社が18日から19日、自民党総裁選について、党員党友を対象に電話調査を行った。投票先は河野太郎大臣が 41% でトップ。岸田さんが 22%、高市さんが 20%、野田さんが 6% と続いたんだって。国会議員の支持動向、調査では、岸田、河野、高市、3氏が競り合っており、1回目の投票で誰も過半数に届かず、上位2人の決選投票になる可能性が高まっていると。で、議員票3氏競る、決選投票の降参。党員調査は全47都道府県で実施。総裁選の投票権を持つ党員党友だと確認できた1514名から回答を得た。投票先調査結果をもとに、党員党友票382票を試算すると、河野さんが177、岸田さんが94、高市さんが86、野田さんが25票になるだろうと。投票先を明らかにしていない 11% は試算には含めていない。で、選んだ候補に投票しようと思う理由について、改革意欲があるが 25% で最も多く、政策に期待ができるが 23%、 人柄が信頼できるが 13% が続いていた。今後の自民党に最も必要だと思うことを聞いたところ、世代交代が 37%、 派閥の解消が 19%、 政治資金の透明性が 15% の順だったと。あれ一般の日本国国民ではないからな。一方、読売新聞社が行った党所属国会議員の支持動向調査では、岸田さんが94名で 25%、 河野さんが83人で 22%、 高市さんが71人で 19% と3氏が接、野田さんが16人 4% になって、調査は6日から始め、19日までに投票権を持つ議員382名の 99% に当たる379名の意向を確認、見て答えないが約3割だそうですね。382人で370、ああそうかそうか、党員票と議員票の合計ではトップの河野氏でも4割には届いていない。総裁選は竹下と総務会長の死去に伴い、衆参両院の議長を除く国会議員票と同数の党員票を合わせ764票で争われる。決選投票になった場合は、国会議員票382、と47都道府県各1票の合計429票で争う。っていう、そういう条件でしたよね、確かね、うん。で、まあ、あの国の自分勝手な都合、予想は、まあ、河野さんが圧勝するって言ってるんですよね。うん、まあまあ、そうなるといいですよね。そうなるといいですよね、としか言いようがないんですけども。これね、結局、なんていうのかな、この、その自民党員、党員、あと、党友でしたっけ。なんか、決選投票になったら国会議員票ですよね。そう、決選投票になったら、まあ、その前かな、決選投票になったらか、で
でももうその前にね、多分もうおそらくですけどもね、こうで結局ほらなんだろうかな、この国会議員票382票とね、都道府県票ね、各1票ずつでっていう風に言ってましたよね。国会議員は結局ね、誰を総裁に選んでっていうのはもうだって自分のこの食いぶちというか、その後のこの選挙でね、誰をもうね総裁に担ぐかって言ったらちょっと言い方悪いかもしれないですけど、を選ぶかによってもうそれが決まっちゃうわけですからね。うん、だそうなってくるとやっぱりこのね、要は選挙で勝てる人間に総裁になってもらわないと無理なわけでしょ。うん、ってことを考えたらね、このマスコミなんかがね、いくら河野さんだね、あの国のメディアなんかも乗っかって河野ね連呼したところで、ね、国会議員票382票がね、どう動くかっつったら、やっぱりこの特に若手、何でしたっけ、若手の定義がなんか3回生未満みたいな、3回目ぐらいまでの人たちはって言ってましたっけ、確かは特にね、もう河野さん、今はまあ河野さん支持していたとしてもどんどん離れてっていくと思いますよね。なんだら若手どころか ね前も言ったかもしれないですけど、小泉さんとか石破さんだって分かんないですよ ね。だってね、小泉さんだって石破さんだってね、石破さんは特にね、とにかく背中から打つプロでしょ、どんなプロか知らないですけど、でしかもほらあわよくばね、次の政権でね、要はなんかね、要職ね、要はなんだ、閣僚入りみたいな、入閣かとか要は企んでたりするわけでしょ。なんだっけ、河野さんが河野総理、河野政権では、小泉官房長官に石破幹事長でしたっけ、なりゃそれでねいいのかもしれないですけど、どうもそうは思えませんよね。うん、となったらね、マスコミがどんだけね、河野さんで だってほら石破さんどうでしたっけ、マスコミがあんだけね、人気実力ともにね、石破さんってね言い続けて、それで3回勝てなかったんでしょ。うん、でまあもう河野さん言ってるってことはね、そういうことですよ。まさかそれを見てね、当事者として知っている石破さん、おそらく裏切りますよ、土壇場でね。でそこでですよ、岸田さんに言ってくれれば確実にね、高市さんが勝ちますよ。これは何言ってるか分かりますよ ね。でおそらく小泉さんも高市さんにはつかないですね、くら替えするとしたらね、岸田さんに行くんじゃないですか。だって高市さんに対して小泉さんなんか言ってましたよね、再エネのところでさね、エネルギー政策でね、ひっくり返したら、別に高市さんひっくり返すなんて言ってない、修正するって言っているだけなのにね、うん、あいつは何も分かっていないぐらいの勢いで唾吐いてましたからね。うん、だから まさかそこにね、高市さん支持なんてことは言えないでしょうよ。まあだからやっぱりね、この小泉さんもね、岸田さん支持に回ると、まあなんとなくそんな気がするんですよね。確実に石破さんは土壇場でね、寝返ると思いますよ。でそこで確実に岸田さんに言ってくれれば、間違いなく高市総裁で、高市政権、高市総理が誕生するんじゃないかなと僕は考えておりますけどもね。うん、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。はい、カパーチェ袋カッパ園長で、じゃあね、まず最初は海外で、日本がこれは正しいなと。要は日本でね、要は亡国人を嫌う人がいる本当の理由がね、まあようやく海外の人たちにも伝わった。まあなんかそういうね、映像、ビデオ、動画がね、話題になっていたっていうね。で、これに対して、まあ世界中の人々の反応、で、その中には亡国の人の反応も入っていて、ちょっとね、見ていきましょうかね。日本で在日亡国人を嫌う人たちがいる理由を語ったビデオが話題になっていたと。海外ではこの在日の人たちに対する差別という側面でしか報道がされないことの問題について、一部の日本人が彼らを嫌う原因となっている事柄を説明した内容になっていると。で、そんな映像に海外から多くのコメントが寄せられていましたってことなんですよね。で、これね、一応この YouTube の動画なんで、これ載せときますんでね、動画下の説明欄、興味ある人は見てみてもいいと思います。英語になりますけどね。で、まあその内容ね、ざっくりと、まあ、最近 CEO がサントリーを差別的な言葉で文句を言って批判が出ましたよと。で、ナイキの差別を扱った人にも批判が出て、亡国人嫌いだという人もたくさんいた。で、路上でデモする人もいるため、ヘイトスピーチを禁止する条例を作る都市も出てきた。で、全ての亡国人を嫌っているわけじゃなく、在日亡国人がメインであると。で、戦時中日本に渡ってきて、今の在日亡国人の大部分は日本で生まれ育った世代だ。で、1、メディアの報道、外国人には通名が存在する。一部を除いて重要な書類に使用できる。で、犯罪報道で問題になる。本名を報道する
するメディアとしないメディアがある。で、亡国人、亡国人の犯罪率は特に高いのに、一部のメディアが通名報道でそれを隠そうとするから嫌がる日本人が、本名で報道すべきだという人と、差別を助長するからダメだという人たちがいる。で、2、生活保護、生活保護世帯が増え続けていて、外国人の割合も増えている。亡国人は 66.2% にも及ぶ。日本人よりもはるかに多い。亡国人の差別のせいだと、彼らは差別のせいだと主張する。亡国、この学校ですよね。亡国人学校関係者の就職を拒否するから。それが本当なら犯罪や生活保護が増えるのは理解できるし、完全に彼らのせいにはできないと思う。で、この学校について、3番がね、至るところに亡国の文化や思想を教える学校が存在している。でもするほど過激なのは一部だが、この亡国の北とつながってるからよく思わない日本人が多い。だから企業は在日亡国人を恐れて雇いたがらない。学校は解体し日本国籍に帰化すべきだという人たちもいる。文化を保持して何が悪いのか、レイシズムを悪化させないことが重要だという人もいる。僕はどちらの言い分も理解できる。レイシズムを許容するかとかじゃなく、なぜ嫌うのかを理解すべきだろう。まあ大体こんなような内容の映像なんですよね。まあ興味ある人は見てみてもいいと思います。さて、じゃあこれを見た、世界中の反応からまずいきましょうかね。ちょっと国籍わかんないんですけども、まず最初の人が、これは全く知らなかったよ、マジありがとう。で、次が、日本人が亡国人嫌っているもう一つの理由が、日本がすでに8億ドル支払ってるのに、亡国が未だに、戦争の賠償金を要求してることだよ。ここまで来ると亡国政府は日本政府に金をたかってるだけだよね。75年以上も前のことで、賠償金を要求してるのは戦争中にいなかった亡国の学生だからね。亡国政府が先導するのをやめない限り終わらないだろうね。まあこれについては今日こちらで最後のね、動画でも見ていきますんで集中してね。次、とにかくこれは知ってほしい。僕は亡国人だけど、亡国人はみんな日本人が好きだよ。お互いの文化が大好きで、お互いに結婚している、東京に住んでた、こういうものの理由の大部分は政府ので、それに対して、僕も亡国人だけど、大部分の亡国人は日本や日本人が好きだと言いたい。政府の問題や政治問題が嫌いなだけだよ。どうか亡国人や日本人を、亡国人が日本人を嫌っていないことを知ってほしい。で、さらに続けて、自分が日本が好きだからといって勝手に亡国人の代表面するのやめてくれる？亡国人全員を代表するって何様なんだ？全員が日本を好きなわけじゃないよ。旭日旗振るだけで大量の亡国人が怒り狂うよ。まあ違う考えの亡国人かな、この人は。で、次の人、日本と亡国のハーフだけどすごくよくしてくれるよ。日本人ハーフ、だからじゃなくて性格のおかげだと思う。な、全然関係ないです。で、次の人、台湾人も亡国人めっちゃ嫌ってるよ。嘘つきだからね。言ってやって、言ってやってよ、ほんと。で、次の人、日本人をめっちゃ嫌ってる亡国人が、一人のフィリピン人が旭日旗タトゥーをしたせいでフィリピンすべてヘイトから来ている。次の人が、亡国に住んでるから被害者カードを演じるために政府がいかに歴史を歪曲してるか見てるよ。日本は何度も謝罪してるし、亡国の GDP が低迷するとゼロ金利ローンを提供してくれているのに、在日亡国人は税制上の優遇もあって支払いが少なく恩恵が桁違いに大きい。亡国人が少しでもえげつないことするのやめれば隣国との関係は改善するのにね。日本も間違ったことをしてないというつもりはないけれど、まあもう遅いんですよ。で、次の人、祖国に帰るべきだと思う。先祖がどっから来たのか知らないけど亡国からですよ。密入国ですね。で、次の人、亡国学校いらないと思う。正しい歴史学びたいなら亡国の学校に行けばいいんだよ。北に対して、寛容でいるべき理由なんてないしね。特に日本では差別していいとは言わないけど、北の学校に行くなら怒るのは理解できる。俺だって怒るよ。亡国人は全く問題ないけどね。あと本名と通名の両方を報道することが当たり前になるべきだね。ドイツでは外国人が犯罪したら真っ先に国籍を書いてるよ。名前はその後だね。これはドイツ見習っていいですかね。ドイツ見習いっていつも言いますもんね。で、次の人、北の学校なんて許してるの？日本にはもうちょっとレイシズムあった方がいいかもね。そんなもの許容されるべきじゃないよ。言ってやってよ、ほんと。で、次の人、人が受け継いだ誇りや尊厳というのはすごく大切なものだよ。在日亡国人が歴史を保持していることは当然の権利だし尊重はするよ。でも日本人になりたくないならなんで日本にいるの？それはルーツを忘れないようにすることとは違うんじゃないかな。日本において日本人とは違うアイデンティティを持とうとしてるのとは違うんじゃないの？言ってやってほんと。なんで日本にいるのかな。で、次の人、日本人がどう思ってるのかビデオを作ってよ。
日本でエプソンよりソニーのテレビの方が好きだって言ったら人気者になったよ。買わないほど日本人が亡国人嫌っているなんて知らなかった。そこはもう好き嫌いじゃないですね。単純に商品のクオリティの話です。英国人だけど、日本でウンモスンが名前を変えて売ってることにびっくりしたね。そういうとこですよ。で次の人、日本がこれほどまでに素晴らしいのはレーシズムがあるからだよ。で次の人、日本人が正しいよ。日本人になりたくなくて亡国学校で学びたいなら、亡国に行って北に帰ってその指導者に委員長ですねハグして幸せになればいいのに。で次の人、亡国人の方が冷質だから日本人の方が好き。戦争のせいで日本人を嫌うというならば、亡国人と中国人が関わった蒙古襲来のこと忘れてるんだろうね。で次の人、ヨーロッパも時期にこうなるよ。すでに学校から十字架が撤去されている。ここで生まれ育ってるのを気にせず、先祖とつながるために移民専用の学校ができるんだろうな。そして法律にも従わず私たちのようには振る舞わず自分たちの犯罪を隠蔽しろとか言い出すんだ。で次の人、レーシズムは良くないけどポリコロは別問題だよ。問題はそのままの形で報道しないと。西洋でも移民の犯罪が隠蔽されているけどね。次の人、確かに日本に行った時、ホストの子供たちは亡国人をよく思ってなかったよ。悲しかったけど詳しく調べて文化の一部なんだろうと思うようになった。文化じゃないですね、まさに歴史そのものですね。で次の人、アンチ亡国な日本人よりアンチジャパニーズな亡国人の方がいっぱい出会ったよ。で次の人、日本人が在日亡国人に対して持ってる問題はアメリカがアフリカ系アメリカ人に対して持ってる問題と同じみたいだね。ちょっと違うな。でそれに対して黒人系アメリカ人は見ればわかるけど在日亡国人は見分けがつかないのが問題だよ。で次の人、どっちも理解できるかな。抑圧はなくならないよね。ネイティブアメリカンとアフリカ系アメリカンのミックスの俺はそう思う。で次の人、みんな美味しいもん食べて日光楽しんで人生楽しむよう心がけないと。ヘイトなんてエネルギーの無駄だよ。で次の人、まあもう大したこと書いてないな。あ、これがあれかな。日本政府は本名と通名同時に記載することを義務化する法律作った方がいいよ。その通りですね。で次の人、利益を守ろうとすることや多数派の意見に対して罪悪感を感じてはダメだよ。西洋みたいになりたいなら少数派に屈すればいいけど、一方に特権があると2つのグループが仲良くすることなんて絶対無理だよ。ネガティブな特権でさえ2つを永遠に分かつからと。まあこんな調子で、まあ亡国の人たちのコメントはどうだろうな。日本の奴らが兼亡国ね、嫌がるのも理解できるとか、在日がいつもヤクザやパチンコとか、亡国のこの北に由来する学校の話ですよね。写真貼って偶像化とか、全生活保護受給対象者の中では 1.7% 程度、日本人が 94.7  額ではなく世帯全体の中で何パーセントが生活保護受給を受けるのかの割合が問題ではないですかとか、まあ基本的に分かってないやつが好きかって言ってるのかな、どっちに対してもね。まあこれ答え簡単ですよ。まあそうですね、例えばね、本名と通名同時記載ね、これはほんと作った方がいいですよね。あとこのコロコロ変えられないようにしないと意味ないですよね。で基本的にその昔、そうですね、基本的にこの第三者的な外国人によく分かんない人には口出ししてほしくないと思ってたけど、逆に考えたらこれもうフルオープンにしてね、もう開けっ広げにしてった方が案外早いのかなってちょっと思いますかね。ね、要は亡国が未だに戦争の賠償金を要求してくる日本に、これやっぱりすっかり騙されてますよね。日本と亡国は戦争した歴史ただの一度もありませんのでね、亡国と戦争したのは亡国戦争で、北とね、中国ね、ちゃんと事実をね、抑えてからコメントしてほしいですよね、せめて。そろそろさ、特別永住許可とかね、取り消していかないと。まあもうこれもう一個のチャンネルの方で散々言ってるんでね、もう今更あえて言うことはそう多くないんですけど、もうこれお互いですよね。日本もそうだし亡国もお互いにね、相手に関わらないのがお互いの幸せだってね、我々日本国民ももうやっと気づいた人が増えてきている。だからこういうタイミング、この状況の中有効をね、しれーっと叫ぶ人ね、その人たちこそ本当の悪ですよね、日本国民にとってはね。憎悪もね、嫌悪もはるかにもうとっくに超えてるんでね、関わらないね、関心を持たないことこそ日本と亡国の未来であり、本来の姿、本来の関係ってそうですから、だから断交一択だって言ってるんですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。